学園南研究学園駅前学園南は茨城県つくば市の町名。現行行政地名は学園南1丁目から学園南3丁目。カツの一体型特定土地区画整理事業施行エリアの内つくばエクスプレス線の南側にあたる区域である。つくば市中央部に位置する。1丁目や3丁目は主に小建て住宅街として整備が進んでおり。 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス研究学園駅の南側にあたる2丁目は高層マンション等の集合住宅地として整備されている。また、研究学園駅前には大型公園である研究学園駅前公園やサイバーダイン写真社屋が置かれる。地域内を南北に再演奏通りが通るほか南端をエキスポ通りが通る。 計画人口は3940人。東は仮管、西はおものい、南は西大橋、北は研究学園と接している。2014年6月28日、土地区画整理法第103条第4項による勘置処分により正式運用が開始された。それまで使用されていた仮勘違い区画地番号は以下の丁目に設定されていた。 かつては、新張郡大物井村、刈間村、岡村より、西岡村、根崎村の各一部で、1889年より、葛城村に、筑波郡に、移行、1955年より、筑波郡や田部町、1987年より筑波、市の王子面、野井、大技狩り館、大技西岡、大技、葛城根崎まで根崎の一部となっているなっていた。 第二次世界大戦前後の地域内には、カツ村の孫有地が存在していたが、戦後に開拓者に払い下げられ、農業地域として開拓が行われた。しかし、県により落ち買収が行われ、1964年に日本自動車研究所が開設。また、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス建設にあたり、研究所敷地内に、 駅の設置及び新市街地の建設が計画され、再度用地を買収。現在では、筑波研究学園都市の副都心機能を持つ町の南部地域として開発が進められている。2014年6月27日に筑波エクスプレス研究学園駅地区の完治広告が行われたことにより、翌28日より学園南が正式町名として運用開始された。 つくばエクスプレスの研究学園駅の南に位置することより、2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。